おぞみです。ひろみです。沖縄離島生活石垣島、休日シリーズね、大阪編3日目なんですけど、毎度はい、いやあざとらしい、知らんけど、ね、知らんけど今の阪急梅田駅にいまして、はい、まあなんかあんたがね、あなたがね、ひろみさんが串カツ食いたい、はい、でしょ、うん、まあ、今からまあ、 あの新世界の方に行きましょうか。新世界、新世界の方にね、新世界、要は二度漬け禁止がしたいんですよ。新世界、そんなやつ、うん、新世界って一回行ったことありますけど、いいんですか。いいんですよ、別に行きたいんでしょ、行きたいんでしょ、食べ、串カツが食べたいです。串カツが食べたいということでね、うん、で今からすごい人、今阪急梅田まで来てね、はい、ホテルからで、どうやって行くんですか。地下鉄、御堂筋線に乗って動物園前という駅まで来ますのでね。地下鉄、地下鉄ね、サブウェイ、タレレレレレレポーっていうのしてます。あれさ、私なんか心地よくって、どう、あの、録音しちゃった。ふわーって。あんたきっとそっちや。ごめんなさい。ということで、今からね、とりあえず、御堂筋線に行きます。よっ。じゃあ地下鉄御堂筋線の切符売り場ね、あの動物園まで240円ですね。動物園、動物園前ね、天王寺動物園ってあるんですよ。動物園に行くの。動物園前って駅で降りるということ。かしこまりました。動物園に行くと一言も言ってません。買いましたよ、240円、安いね。僕はじゃあスイカあるんですね。私これワイワイさんにもらってないから、ワイワイさん私にもください。これ買おうかな思ったら2000円ですって書いてあった。地下鉄乗ります。高いよね、あれね、はいよ、2000円もするの。はい、乗りましょう。はい、乗ります。御堂筋線ね。そうです。あ、今回私何回か乗ってるからもう覚えたわ。いやいや、何回かな、まですか。 ここやったっけ。ここです、行きましょう。はい、そうや、そうや。さあ、はい、動物園駅までやってきまして、はい、もうあのここから新世界まではすぐです。すぐなの。そうですよ、はい、あ、ちょっと歩いて。動物園も行くの。行かないです。天王寺動物園が近くにあるから動物園前駅っていうことですね。動物園も行きたかったな、はい、結構ほんまに行きたいと思ってるわけ。だってライオンがいるんだって。ライオンがほら、ライオン見たくね。ライオン、あ、あ、ここ覚えてる。ここインタビューされたとこじゃん、ほら。あ、そうそう、あのポテトフライって言って答えたところ、ここあのちょうどここですよ。なんとかちゃちゃまもってテレビね。なんだったっけ、なんとか、そうそうそう、ポテトのやつなんで、うん、あ、そうそう、ここで、そうそうそう、あ、そうそう、あ、思い出した、思い出した、はい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 。じゃあ今から行きましょうかね。行きましょう、はい、こっちこっちです、はい、どうぞ、こちらです。こっちこっちこっちやで。俺が全部知らんとこまで来たのにな。行きましょうか。はい。あんた風呂入りたかったらスパワールド行っていいんですよ、別に。行きたい。あ、俺は入らへんけど。スパワールドって何ですか。あの、要はスパワールドです。赤こすりやってる。え、赤こすり。赤こすりやってもらったらいいじゃん。私赤こすりやってもらいたいもん。1トンぐらい赤が出るんじゃん。1トン。1トン。1トンあるんですか、私。いやいやいや、まあ、例えば、ね、スパワールド行っていいんですか、本当に。痛かったり。こんな時間はない。そうね、そんなにゆっくりなんだ。あ、もう思い出した、ね、はい、思い出した、思い出した。小さい細い商店街だ、これ。そう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 、はい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 。あ、もうなんかこの辺でもいいですよ、私。早いね。あ、ダメか、来たばっかりやから。あ、そう、はい、まあ、どれですか。ここここここ、そうそう、抜けていきましょう。あ、うどんも食べたい。あの、夜もあるから、そんなに、ね、夜も食べるからね、うん、やっぱりね。じゃあちょっと見てみましょうね。そうだね、スタバ、うん、ここ抜けたらさ、はい、おばちゃんのさ、うん、あのヒョウ柄の服とか売ってるとこですよね。あ、そう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 、ね、そうだそうだ。ちょっと今回も買おうかしら。何買うんですか。ヒョウ柄のミックスジュース。ちょっとこういうところでちょっとさ、あ、最後休憩しましょうよ。休憩しましょうね。ミックスジュース飲んで、急にテンション上がってきたのかよ、はいはい、あ、いい匂い。じゃあまあどこ入るか。あ、揚げ物のいい匂い。何これ、大阪名物カニ爪道楽。取れないかしら。こんなんあるんですね。ちょっと近いところで取れないかな。全部カニですけど、取るやつ取れないかな。お願い、1本欲しい、1本。
あこれダメだ。だってぎゅうぎゅう詰めだもん。ぎゅうぎゅう。隣のなんですか。これ。こうなんですかこれ。これはこれ何で遊ぶんですか。これは何色かな。ですね。いやですね。やめろ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 。知りませんから。マツタケのやつ。あー、欲しかったな。もうなんかもっとちゃんとしてお金払ってもいいから欲しいわこういうボールペン。ああ。ちょっと探しましょう。いろんなほら見てまたこれね。エロのね。出たガチャガチャエロすぎるガチャガチャジョンジョンが好きなやつですね。そうそうカップル専用ガチャガチャ。何が入ってるの。いや分からないですよ。やってみる。いやいいです。あやらない。女の新世界入ってますよ。何が入ってるか分からない。ないうわすごい、まあ、エロだね。楽しいわやっぱありますよ、ねはい、よ大阪のおばちゃんこれかっこいい。来てや大手屋ですね。ほらあのここも前来ましたけど私、はい、前買ったやつどんなどんなんですか。どんなだったかな、これではないと思う、ね、あこういう感じ黒にこういうデザインだった気がする、はいはいはい、さあどこで食べましょうかね。なんかあもういいですねこれ。いいね来たって感じなんだ、ね、このごちゃごちゃ感で結構あのやっぱ外国人のお客さん多いですね。多いですね、はい、みんな写真撮ったりねしてますけど。日本一の串カツ横綱って書いてありますよ。あそう、うん、あこれあった通天閣。あ、なんか写真撮影中だよ、のんちゃん。おお、ごめんなさい、すいません、ソーリー、あれソーリー。ごめんね。すいません。めちゃめちゃ邪魔しよったわ。めちゃめちゃ邪魔しよったわ。大変失礼しました、はい。はい。ちょっと通天閣写真撮ります。はい。じゃあ、あのね、まああの、串カツをあなたが食べたいって言ってたんで、なんか一番目立つ、まあ、そうそうとこです、ここ。いろんな店あるんですよ。うん、まあね。そりゃそうですよ。はい、うん、我々は、あんまりあの、ぎゅうぎゅう詰めとか嫌なんですよ。たまたま。ここ後ろがね、横綱さん。今まだ若干、はい、席が多いんで、はい、ちょっとゆったりしたところ食べよう。日本一の串カツ、はい、しかも24時間営業とか言うからね。すごいですね。入ります。ここ入りましょう、はい、さあ、じゃあ乾杯しましょうか。あの、B アルコールです。そう、ローアルコール。そう、あの昨日ちょっと2時半まで飲んだんで。そうなんですよ、うん、はい、ちょっとね、まあ夜もあるからね。夜も長いですので、アルコールですけど少なめの、ね、少なめのあるんですね。肉汁ジュージューです、うん、さあ、ですね、あの串カツ10本盛りセットが来まして。早いの、はい、結構早く来ました。書いてますよここに。10本盛りセット と、はい、ちょっと食べたいものを単品でっていう、うん、あ、こっちが食べたい単品、こっちは。ああ、これセットね。お任せです。わかりました。で、はい、何これ、たこ焼き。揚げたこ焼きです。茶色いな、おい全部。あ、先言うたらこれね、二度漬け。二度漬けがダメなわけね。二度でございますから ね、 ね、そうでしょ。一回じっくりつけていいんですか、はい、それはただ いいんですね、一回だからね。はい、はい、食べましょう。何から食べさせてくれる。何から食べましょうか。何から食べましょう。何がないやろうね、とにかく、はい、ちょっとこれが二度漬けっていうですね。串カツからですよ。はい、はい、お願いします。じゃあ俺もうずら。じゃあ私もうずらで一回漬けですね。一回漬けですよ。広瀬さんは一回漬けだから二回ダメだから、はい、俺はじっくり漬けるって言ってました。それでもいいと思います。いいですね、はい、どうぞどうぞ。あ、こんな感じでいいじゃないですか、はい、それを何こうですか、はい、こうで、そうそうそう、これなんだろう、うずらです。うずらで俺も取ります。十分美味しそうよこれ。そうですね、何回も漬けんでっちゃう。よし、いきましょう。いただきま す, きます。あうまっ。おあっ、あっ、あうまい。うまーい。うまい。ありがとうございます。本当皆さん。誰に言ってんの？美味しいね。誰に？あげてくれた人もスタッフの人も。うん。美味しいわ。うまいですね。なんでこんな美味しいんですか、串カツって。うまいな。じゃあもう一個いっとく？はい。何個？え？もう一個。エビ。何これ？エビ。エビ私入ってない。あ、じゃあネギ。ネギ。じゃあ行こう。よいしょ。よいしょ。はい。お前エビいきます。トロリンと。あっ。一回漬けですからね。よいしょ。よーい。大丈夫ですか。あ。おいしい。まあまあ。
サクサク。あれだね、やっぱこう多分どこもそうだと思うんですけど、うん、あのパン粉が、パン粉が何、きめ、きめが細かい、はい、うん、とズボンについた、うん、タレが、うん、あと、うん、決め手は、うん、ソースだと思うわけ、はい、うん、お店によって、ね、うん、秘伝のものがあるみたいで、なるほどね、これ美味しいね、美味しい、ちょっと酸味が強い、へえ、おいしい、よし、じゃあ行く食べようぜ、はい、よし、じゃあ、あの食べ終わりまして、ちょっとお土産のコーナー来たんですけど、え、それいる、なんかビリケンさんいる、あの置物はね、ああ、まあまあいいお値段するんで、結構しますよ、ぬいぐるみはさ、千何歩で、はい、ね、割とこれ、あのマイコの店に、マイコの店に全部カウンターに並べる、カウンター1個ずつテーブルの前に1個ずつ、はい、商売繁盛で、ね、はい、商売繁盛します、いや、もうこれ以上繁盛いらんわって言うかもしれない、そうだ ね、教師の店にもちょっと飾ろうかな。これ可愛くないですか。可愛いですけどね。このまあまあ大きいのよ。大きい大きい大きい。存在はすごい大きくて、ね、ここにもサイズあるのかしら。ね、ビリケンさんコーナー結構ある。ビリケンさんコーナーね、うん。お菓子もいっぱいある。お菓子もいっぱいあるんで。これがすごい。そう。まあまあ重いし。幸福の神ですね。8800円。8800円これ。これは結構重い。まあ片手で持てないも痛くて。さあ来ました、元祖新世界射的大衆、はい、お娯楽遊技場、遊技場でございます、うん、実弾禁止って書いてますけど、はいはい、でしょ、じゃあやりますか、あなた、やってみましょう、はい、せっかくなんで、お菓子、お菓子、はい、お菓子狙いましょう、お願いします、じゃあ、はい、ちょっとひろみさんがやるんでやりましょうね、のーちゃんもやる、まあ、何狙いかですよね、まず何狙いですか、じゃあ、あのなんかこの辺、この辺、この辺、ああ当たったのは、ね、当たったな、当たったのは、当たったのは、当たってはいるよね、ダメだ、当たった、重い、重い、うん、当たってんだけどな、おお、当たったのは当たった、あ、重かった、ちょっと大物狙いじゃないですか、上のなんかガムとか、あ、そうか、そうそうそう、あ、そうか、ちっちゃいのな、そうそうそう、ちっちゃい、あ、これが、あ、こういう、あのね、上に乗ってるのがでかいんだと思うよ、重たいんじゃないかな、1個物残念でございますさて、お次はのんちゃでございますよ、ああ今全然当たってないよ全然当たらなかった今ちっちゃいの狙ってるありがとうございます、あ、なんか落としたなんか落としたやりました、やったほら、なんやねこれ、小物からね、なんやねこれ、小物狙いでね、はい、ありがとうございます、いただきました、なにこれ、キノコ、楽しめましたか、楽しかったね、はい、やっぱ観光地ですね、そこはね、はい、観光客いっぱいいた、じゃあまたちょっと上田に戻って、はい、あ、涼しい、ちょっととあるところにね、とあるところちょっと休憩してから行きたいと思います、ね、はい、はい、どこ連れててくるんですか、まあ連れられるっていうか、ああなるほど、はい、行こう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 、夜も楽しんでーす、はい、ですね、今の時刻が6時45分なんですよ、あ、今ね、なんと夜の街、そう夜の街、実は大阪の北新地というところなんですけど、私初めて来るわ、これは東京でいう銀座でございます、あら、そこで今日は ね、お食事会があるんですよ、はい、いや、すごいけど、あっち見てごらん、どこ、飲み屋街がすごい、おお、おお、これ負けたよ、引かれそう、引かれそう、これ負けたんでね、はい、で、何食べるんやろ、ちょっとね、梅田からね、地下街とはいえね、そうそう、何キロ歩いた、多分10キロぐらい歩いたよな、我々はね、歩けないです、10分、はい、15分ぐらい歩いてます、15分ぐらい歩いてますね、もうちょっとさ、足が上がらないの今、はい、どこなんかな、今階段あったらもう私上がれんよ本当にどこなん、ほら北新地ってなってね、待ち合わせがね、ちょっと、あ、そこだ、ここや、あ、着いた、着きましたね、これ何やろう、なんて店、なんかね、ワインのお店で、はい、ワインのお店、ボルタ、ボルタ、はい、着いた、着きました、入っていきましょう、じゃあ、北新地の
ボルタというお店に、ね、ワインのお店ですよ。招待していただきまして、ワインのお店、うん、イタリアンのお店です。イタリアンですか？イタリアンですね。イタリアン、はい、イタリアン、イタリアン料理、はい、北新地でもハッピーアワーがあるってちょっと面白くないですか？そうですね、うん、あと6分ですよ。そうです、59分までハッピーアワーなんでね。到着したらすぐ行きです。すぐ行きで次頼むのも決めてますから、はい、ではお疲れ様でございます。はい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 、3分な。マジや、早い。あ、もう本当になくなった、まあ、次何飲みま す, ます、ね、ビールですか？あ、同じビールですって。ビールもう一杯。じゃあ、あのある方の仕事に、ひざさんということでね、今撮影許可が出ましたので、ありがとうございま す, いますで、あのなんかおすすめって言ったら、お姉さんがめっちゃうまいポテトフライって出たので、これは美味しい、食べたいと思う。美味しい、クリスピーの、どうぞ。止まんない。手が止まんない。美味しい、うん、これは美味しいわ。うまい、うまい、うまい、ね、美味しくいただいております。はい、久しぶりの登場です。久しぶりの登場です。田さんね、本当は登場してたんですよ。ありがとうございます。で、ソーセージ、私これ飲もうかな。衝撃の青なんですか？すごいスパークリングワイン飲む気満々ですね。すごいですよ、飲みましょうよ。これは飲まない。これ飲みたいです。パワーブルー、はい、はい、パワーブルー、うん、ね、あのね、はい、ちょっとヒザさん映ってるけどね、前に隠れてませんよ。衝撃のね、青ね、隠れてませんよ。映ってるけどね、映ってるけどね、衝撃の青を頼んだんですけど、これがね、はい、うん、衝撃なんですよ。今から来ますんで、はい、はい、ちょっと夏季限定ですけどね、はい、頼みたいと思います。どんなのか見てみたいですよ。そりゃそうですと思うね。見てみたい、見てみたい。ひざさん映ってるけどね。あの、かわいい、ちょっとチュラちゃんに似てる、かわいい、お名前なんていうんですか？サトリちゃん、サトリちゃん、サトリちゃん、じゃあちょっと、ね、入れてもらえますか。ブーン、お願いします。はい、お、いいですよ。やったー、トッ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 トありがとうございます。サトリちゃん、ありがとうございました。めちゃくちゃいい子なんですよね。かわいい、かわいいね、ありがとうございます。これはちょっと今から飲みたいと思います。はい、飲んでください。サトリちゃんプレゼント。いや、プレゼント、プレゼントじゃない。ちょっとね、なみなみ入ってますから、ちょっと一回すくっ、そう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 、口がとんがっとったな。これでちょっとよくやったら合うかも。どうですか、どうですか、どんな味ですか。何や、えこれテイク2ですからね。同じ反応しないでください。やめろ、なんかやらせみたいな。どんな味ですか。甘いです。甘い、甘いです。おなんかスカッとしますね。どんな味ですか。何衝撃な青やから。これ2杯目ですよ。今2回目です。テイク2です、これ。え、青いのはどういう味なんですか。だから何を、うん、青いのは、うん、青いのはなんか衝撃の青です。ありがとうございました。さあ来ました、お肉ちゃんが。これなんだっけ。いやいやいや、今すげえ受けてたやろ。え、そうだけど。いや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 、もうこれこれこれ、牛、豚、鶏、3種盛り合わせ、うん、これはあのローストローストです。ローストローストはい、ローストです。じゃあこれをちょっとみんなで食べましょうね。みんな食べましょう。よっ、何これ、ソースがここに、ここにソースがある。うわ、これはうまそう。ちょっとすいません、先に牛いただきます。いや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 、牛でございます。いや、早いな、おい。すいません、ご飯もらっていいですか。やっぱり新地でな。じゃあちょっと、はい、食べましょう。これが、これがなかった、ごめん。僕はちょっとわさびつけて、はい、わさびつけて。わさびうまいだもんね。はい、いただきます。どうぞ。ちょっとレアだからさ、柔らかい。うまい、うまい。牛と鶏と豚、うん、こっちが鶏、あ、鶏か、こっち鶏、牛鶏豚、うまい、めっちゃうまい。ちょっと
ご飯、新ご飯でいいか、ご飯ないかな。新ご飯、あのちょっと新地なんですけどもね、うん、お願いします。すごいなんか睨まれてる米って言うなみたいな。米言う人初めてやるさあ、北新地で飲んでますけど、プラッツァ、まあまあ相当ちょっとワインを飲みましたよね。ワインとスパ、そう、シャンペーンとさ、シャンペーンのね、サングリアとかさ、すいません、あのちょっともう一軒あるんですよ。もう一軒がちょっとオシャンテな店なんで、そこでちょっと締めたいと思います。大丈夫かな、はい、私絶賛今北新地で飲んでます。もう喋らないでいいですか。目の前にヒデがいますで今からもう一軒行きたいと思いますどうやって行く、また歩きとかの足やで。すぐそこです、足やで。いやいやいや、めっちゃうろうろしてる何ここ。じゃあ最後ちょっとこちら の, あのあここですね。何これ、はい、なんて読むんこれ、サントリーバーダイニングということで、水郷亭、水郷亭でございます。はあ、これでもう、ね、一回僕連れてきてもらったんですよ。あ、めちゃめちゃ、あそこですね、めちゃめちゃオシャンテで、はいはい、はい、ね、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。すごい高級感、そうすごい。じゃあ水郷亭に行きます。あれ水郷亭、なんか沖縄のお魚いないですよ。いませんよ、うん、大阪でしょ。沖縄のお魚いないですね。じゃあ北新地のね、高級ラウンジをね、ちょっと周り水槽なんです。じゃあ、あんたのね、あんた下品な声がすっごい店内中で響き渡ってるんですよ。すいません、撮ってますよ、これ撮ってますよ。そうなんです、ちょっと押したらいいじゃない。みんなほら、日のいい人ばっかりですか。あのそう、店員さんもチラチラ やめろ、まあ、沖縄の田舎者が来てるんやから、はい、石垣島から来たんです、私。田舎者が来てるんですか。石垣島から来ました。そうそう、よろしくお願いします。ジョンマンジュ消えたないですから、ないです。ジョンマンカロキャルの気やしー気やしー、ということでキャリーです。ちょっとおしゃれな、こんなんなんか赤田をすいません、いただきます。これ見て、これ見て、これなんかクランベリーだって、美味しい。雑これさ、2つストローついてるけど、こうして飲むんですか。そうですよ。なんで、あ、これ2つで飲んだら酔わない。なんか歌ってるよ、向こうで。ほんまや、あ、朝ドヤユンタですかね。朝ドヤユンタだと思います。今回の動画は以上です。